じゃあこいつともお別れか。とりあえず出るか。出ろ、で、出ろ、出ろ、デロリアン。てーてれてー、てーてるー。やべ、あ、電池2個しかなくなっちゃった。ずるくないお前。こういったらいけるか。じゃあ、じゃねえよ。何がじゃあなんだ？炊飯じゃん？今後ろにぴったり貼り付かれてるはずだから。いや、待て。あの上にあるぞ、なんか。あれ、どうやって登んだ？こっちか。待て、もしかしたらこっち、登れる可能性あるな。あ、待って、こっち行けるんじゃね？行けねえじゃん。やべえ、行けねえじゃん。読み外れたわ。危ねえ。超危ねえ。やべ、電池がなくなってきた。いや、部品どこにあるんだろう、最後の一個。でもあの上なんか小屋ある。小屋あるってことは、登れるはずだ。階段とかねえかな。どこだろう。あの上から行く？どういうことだ？あれ？これ登れる？あ、これ登れるじゃん。すげえ。ミラクル。ミラクルなんだけど。ミラクル起きた。で、昨日、ん？あいつ登ってくんのか？気のせいか。で、昨日始めた時は、動画で実況とか上がってるけど、もう見たことなくて、で、ガチのこう、何も知らない状態での初見プレイでやってたんだけど、今日は2日目ということで、はい、やってってます。ここも怖っ！何が出るんだろう。あったけど、待って、取ったらなんか出てきそう。待って、先にあっちを探索しよう。先にこっちを探索しよう。てか、部品全部分かったね。部品全部分かった。なんか、ピチャピチャって聞こえない？電池がある。なんか広いな、ここ。電池取っていいかな。あ、電池は大丈夫。電池がある。これは部品か？待って、何が部、あ、これ部品じゃないっぽい。何が部品で何が部品じゃないのかわからない。あれ部品っぽかったけどな。怖え。ちょっと待って。またどうせね、なんかグエってくるんでしょ。グエって、ご縁って。ご縁チョコ美味しいよね。急な話だけど。ん？あれさっき来たとこか、これ。回ってる今。回ってるな。なんか水の音が聞こえる。怖い。画面に近づきたくないもん、もはや。こっち何もない。もう振り向く恐怖ね。これは？あ、電池あった。あ、ここの電池ここで取れるんだ。あれ？あの子どこ行った？あの子いないな。じゃあ取るか。待って、シミュレーションするから、一回。取った後。こん中がなんかやけに広いのはなんか理由があんのかな？あれ、どこにあったっけ？あれ？待って！これさ、気づいたけどさ、なんかこれさ、順調に取れていってるから、あれか、このまんま、クリアできるんじゃねって思えてきた。よし。シミュレーション、そう、これ取った後、なんか出てきたら逃げるように。だから、これ取ったら、後ろ行って、こう行って、こっちね、オッケー。よし、シミュレーションできた。待って、これ普通にさ、こっちに逃げようとしたらこっちから出てくるみたいな可能性はあるってことか。あっちに逃げる準備も、まあ、一応しとくか。じゃあ取ります。何が出てきても怖くない。あ、なんか来た。やっぱ来た。俺の勘は当たってた。危ねえ。あのまま行ってたら死んでた。おいふえい。待って、いけるか、このままいけるのか。声高なんかビビると声高くならない？みんな多分ね、女子とかさ、声高くなるじゃん、ひゃーって。多分ああいう原理だと思う。だって、
男子は、男子が叫ぶと声が低くなるっていうのはおかしいじゃん。男子が叫ぶときは、うーってなるっておかしいじゃん。逆に怖いしな。あいつ追ってこないのか。待って、このままクリアできるんじゃないか。このまま迷路入って、いや、パッツンは俺余裕だから、パッツンは。パッツンは、大丈夫、もう、俺のマブダチみたいなもんだから、パッツンは。いや、問題はね、顔は命名しなくていいの。あ、顔名前あんのかな？顔の人名前あんのかな？顔はね、何なんて言うかな。たまにね、スポーツマンシップに反する行動してくるから、ちょっと、危ない。割と。ここ BGM 怖いよね。ヨシエちゃん、あ、ヨシエちゃんっていうの？え、可愛い名前だな。え、ヨシエちゃんか。あ、でさ、これさ、これ部品取る前にさ、あ、やべやべやべ、部品取っちゃった。部品取る前に電池取れるかなって思ったんだけど、電池取れなかったわ。なんだ、ちょっと。いきなりで動揺してびっくりしたわ。やっぱ電池ないんだってもう、ちょっと悠長にしすぎた。けどまあ部品見つけられたくて、ベベベ、ウェイウェイ。部品見つけられたからよかったわ。まあ。でさ、これさ、パッツン、こっちから登場するもしかして。一回こっちから登場しない？あ、ほらほらほら。わ、パッツンいるもんだ。え、ヨシエちゃん構えてるのずるいで、マジで。ヨシエちゃんマジで構えてるのはずるい。ヨシエちゃんマジでそれ、ちょっとほんとに、ずるいよ。やべ、うわ無理だって、そんなの。だって、そんなダブルブッキングされたら俺、ダブルブッキングするの、ずる、え、ずるヨシエちゃんそれはずるいわ。え、マジでか。ヨシエちゃんずるいわ。でもとりあえずもう、わかった。わかったのはいいんだけど、迷路のとこ難しくない？迷路のとこが塗りゲーすぎてちょっと困るんだけど。ヨシエちゃんでも昨日はさ、なんかさ、一回出口の方まで来たけど、フェードアウトしてたんだよね。昨日は。今日フェードアウトしてくれなかった。なんで？今日優しくないね。やべ、なんか、名前分かってから名前連呼しちゃうんだけど、これが恋かな。恋しちゃったんだ。あれ？ちょ、え、どこ行くの？どこ行くの？なんで、え？なんか、え？めっちゃ嫌われたんだけど。あ、嫌われてなかった。よかった。なんか一瞬めっちゃ嫌われたんだけど、俺。え、桜んぼじゃねえ。恋しちゃったんだって歌ったから、俺が。音痴すぎて。ごめんね。あれ？どこ行った？ちょ、ヨシエちゃん一回補足できなくなるの怖すぎるんだけど。キノコの山派、それともタケノコの里派？まあ俺はキノコの山派なんだけどね。山派。それはどうでもいいんだけど。まあ、みんなはどっち派かな？なんかこれでさ、なんだっけな、戦争つうか、キノコの山が、なんか吊るし上げてるみたいな画像とかがあってね、面白いよね、あれ。ビビる。おいーハイブレイ。で、何を言おうとしたい。あ、キノコの山派とタケノコの里派がいて、それでいて、アルフォード派が入って、おいで。いい子だから。なんで、なんかさ、今回ヨシコちゃん、あ、ヨシコちゃんだっけ？ヨシエちゃん？ヨシミちゃん？あれ？ヨシエちゃん？ヨシエちゃん？あれ？ごめん、名前忘れたわ。怒られるかな？あ、ちょっと待って。あ、オッケー。違う、間違えた。パンが好きだよ、パンが。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。なんかすごいさ、あの人さ、寒がってなかった？なんか今さっきさ、見た人さ、あ、今後ろにいる人さ、なんかめっちゃ手こずれ、おびっくりした。めっちゃびっくりした。めっちゃびっくりしたよ。